アイドウ先輩、ナイトクラスは日の寮の敷地に入らない決まりになっているはずですが。そうですよ先輩、寮に帰りましょう。寮にいたくないんだ。だから絶対に戻らない。ユウキ、縄探してこい。縛ってでも戻すぞ。ほら捕まえてくれ。変なことで体力使わせるな。最初から黙って僕の家出を手伝えばよかったんだよ。とりあえず理事長のプライベートスペースでいいですよね。それとも日の寮のゼロの部屋？やった。あのアイドウ先輩、寮にいたくないって。お腹空いたな。え、何警戒してんの。いいよ、手料理で作ったよ。ああ、それとベッドは柔らかめでいいんだけど、リネンはラベンダーの香りがしないと嫌だ。歯ブラシのものはもちろん柔らかめ。